分かんない。そうやね。この動画で、はい、ここまで入れない、うん、ここまでしか入れない。でもこの木かっこいいね。リブ置いてもいい？いいよ。わあ、涼しそう。入りたいね、リブ。全然。証拠の木何？開くない？なんだ、あ、書いてあるよ。クスノキって何？九州から。ちょっとマップもう一回見てくる。どこ？傘持ってて。あー、写真撮る、一緒に行っちゃった。イエーイ。めっちゃ暑い。今30度くらいかな、そこ。多分タイと一緒くらい運動と思います。アンベラもタイからもらいました。日本語喋った。イエーイ。これ何ですか？ふいご。ここで稼いでる。コークス溶解炉。うん、これは鉄溶かして固めるやつだね。あー。ピピタパン。ガーリック、ロンガーリック、サマイガン。何ありますか？メルスでいろんなものを作るタウンなんだって。東サヤ会員と一緒な感じ。家、その。ああ。東サヤ会員と一緒な感じ、まあ。それと同じぐらいの栄一だね。カラムは違うけど。そう。東サヤ会はカスタム、ここカスタムでしょ。でもここはなんか。住むというか作る。このタウンだから。うん。この作る人のタウンだから、職人のタウンで。ああ。そうか。これ本当に多いね、これ。多分これも作ったじゃない、これ。そうだね、それも作ったんだね。うん。そのファクトリーが向こうにあるので、これ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 。すぐそこだから行こう。あれ、あったよ。あ、来た、これだ。イエーイ。これは？これはみんなこれ作ってたんだって、その時のエイジは。うん。すごい高いテンプレチャーの、使って、メルスさせて、で、いろいろ作ってたって書いてある。50年前戻ったみたい、うん、30年前戻ったみたいな感じする。そうね、ナムが生まれた年くらい戻った、このタウン。そんな感じだね。全部古いから。間違いない。これいればいれば、あ、おじいさんとおばあさん。二宮金次郎って誰？うん、仕事しながら勉強して、していた人、うん、頑張ってた。何が怖いの？怖くない怖くない。あ、でも涼しいね。涼しいね。これ何？あ、わかる。うん、見える見える。わかるよ。何も似てるの？何も似てるの？悪い子、悪い子いる。ここにそのままあるわ、すごいね。ほら、女子。美味しいですか？ヤミー。今どこにいますか？高岡市美術館。かけてない。楽しかった？生。楽しかった。動画は撮れなかったけど、携帯と入れないかと。ミスイ、何しますか、ここ。早すぎない？押してない。そこ、それより下下がらない。だからいけない。強くない？バランスができる。止めれなかった。もっと早く。絶対落ちるよ。綺麗。楽しかった？うん、楽しかったよ。他のフィーリングある？お腹いっぱい。
このが一泊店美味しかった楽しかった。今日どこ行った？どこ行った？覚えてる？覚えてるよ。じゃあ言って。最初は古い町に行った、うん、高岡の古い町に行きました。噴水ありました。とメタル工場みたいな昔のマイラの時代工場ありました。次はホテル行ってお昼ご飯ランチが行った。美術館行って高岡湾触ってみた。すごい高いよねそれ。500万800万もある。日本で一番高い800万お茶碗触ってみました。あすごいドキドキだった。作った人もあったよね。で今日は楽しかったです。暑かったけどねちょっと、でもいい天気から良かったと思います。今日はバイバイ翔太、またありがとうね今日は、うん、運転してくれてありがとう。お金も払ってくれてありがとう。バイバイ。